ヒューマンキリング。はい、どうもこんばんはです。今回は人殺しの少女を救うゲームをやっていきたいと思います。女の子笑顔で泣いてるね。もしかしたら僕と一緒でサイコパスなのかもしれない。それでは早速やっていきましょうか。手紙を送る。なんかね、このゲームめちゃくちゃクオリティが高いらしい。でも最初の方は全然意味が分かんなくて、終盤最後ら辺で全ての伏線を回収してくるらしいです。イロアスちゃん大丈夫？なんか目から血が出てない？私ならできる。それにみんなにヒーローって呼ばれている。お、いきなりケチャッピングされてるね、シャツが。あなたならきっと。私はあなたに手紙を書くから、あなたを選ぶから。うわ、めっちゃヤンデレっぽい。名前、自分の名前かなこれ。女の子じゃなくて自分の名前だね。オッケー、行きます。いやー、やっぱね、正義のヒーローといえばハム太郎でしょう。他にもいろいろ候補あったよ。ヒロアカにしようかなとか、アンパンマンにしようかなとか。でもやっぱりここはハム太郎でいきましょう。決定。はい、ハム太郎でよろしいですか？はい、ハム太郎でいきます。僕は今日からハム太郎なのだ。これは全然違う。やばいな、ハム太郎にしなければよかった。ニャンチューとかにすればよかった。まあ喋れないだろうな、ハムスターだった。チューくらいしか言えないんじゃないか。てんてんてん。室内を探索してくる。どうした？目どうした？病院行く？動物病院連れて行こうか？セーブはできるのか？うわ、おどろおどろしいな。アイテム、オプション、エンド。アイテムは？あ、アイテム何も持ってない。なんかさ、もうちょっとお金とか財布とかないの？大事なものくらいはあるでしょう。この人には大事なものがないみたいです。オプションは、あ、常時ダッシュいいね。常時ダッシュしていこうか。セーブがないんだね。よし、じゃあやっていきましょうか。お、早い早い、めっちゃ動ける。とっとこ走るよハム太郎。これは、棚の中には仕事に関わる資料などが入っている。調べる？気力は残っていない。めっちゃ疲れてるじゃん。これなんかお化けとか出てくるのかな。何もないね。探索してみようだから、右上の探索してみようって文字がなくなった。金庫があるが鍵がかかっている。こんなところに金庫置くんだ。開ける必要はないし、開けたくはない。なるほどね。何か入ってるのかもしれない。壊れたパソコンがある。わざと落としたわけではない。え、パソコン落として、なんか修理出せばいいのにな。データ大丈夫なのかな。印刷機がある。最近は全く使っていない。もう捨てろ捨てろ、そんなもん。ミニマリストになれ。ありがとうありがとう。サンキューサンキューか。サンキューサンキューサンキュー。老若男女、さまざまな人々からの手紙だ。ゴミ箱に捨ててある。なんてことを。データ化したのかな。で、ちょっと邪魔にならないようにミニマリストだから捨てちゃったと。じゃあもう印刷機捨てればいいのに。ある一定の状況下にて発砲する許可が書かれたものだ。え、これハムスターを撃つんじゃない。今はその権限を使っていない。あー、なるほどね。警察かなんかかな。出てみよっか。今は一応仕事の時間なので勝手に退社するわけにはいかない。働いてるのかお前、夜中9時なのに。そんな大変な、資料が入っている。ブラック企業っぽいね。コーヒーメーカーがある。作る気力はないし飲みたくもない。何もしたくない。うつ病じゃない？なんかやる気ないよね、何も。これは、電話がある。きっとかかってこないだろう。わー、びっくりした。ツイッターの鳩だった。あ、電書鳩だ。なにこれ、ツイッターの鳩って青色だ。これ何？手紙が落ちている。ホラーゲームかと思った。私たちを助けて、ただ普通に生きていただけ。信じて待っているのに、お母さんが帰ってこない。あー、なんか行方不明になっちゃったね。ハム太郎、この手紙は何なのだ？ん？他に何枚か手紙が入っているみたいなのだ。え、何が入ってるの？1って書いてあったね。3回音がした。3枚入ってるのか。読め、そこで読め、ちゃんと。てんてんてん。最後の仕事か。あ、刑事かなんかかなんかな。おお、広ー、お家広々としてる。豪華な家だ。なんかヘンゼルとグレーテルみたい。すごい、月夜に光る少女みたいだね。お母さん、室内を探索してください。え、なんかこのベンチ横に長いな。弟だよねこれ。どうやって座ったの君。こっから乗ったのかな。ね、弟くん、君名前なんて言うの。あれ、これは下かな。はい、弟。お母さん遅いね。
おい弟、お前目赤色なんだ、かっこいい。てか金髪いいな、これなんか白っぽい金髪いいよね。これは、暗くなる前に家に戻るから待っててね。母、ホワイトボード書き。お母さん、なんで戻ってこないの？多分暗くないんじゃないかな、お母さんの行った場所は。割れた窓から冷たい風が入ってくる。え？なん、え？割れっぱなんだ。これは？鍵はしっかりかかっている。でも内側から開けれるよね、普通鍵って。これテレビ見てる弟なんか真ん中で見ればいいのに、ちょっと端っこ行きたい気分なんだね。そういう年頃なのかもしれない。ゴミ箱がある。わざわざ中を探る必要はない。ゴミ箱なんか手紙とかない、感謝の。電話がある。かける相手なんていない。さっきの刑事ハム太郎にかけた方がいいんじゃない？わあ、包丁だ、欲しい。包丁がある。あー、手に入らないんだ。ちょっと弟になんか作ってあげようか。冷蔵庫の中には手作りのケーキとブドウとワインと肉が入っている。バラバラだな、物が。今日のためにお母さんが用意したものだ。なるほど、お母さんお母さん料理してくれたらいいのに、肉そのまま塊って。ゴミ箱がある。わざわざ中を探る必要はない。コンロがある。お母さんからは危ないものと教わっている。じゃあもう作れないじゃん。これは手洗える。流し台だ。電子レンジだ。食器棚が入っている棚だ。あ、食器が入っている棚だ。トイレ広。トイレの横に、なんていうの、洗面台か。てんてんてん、なんか映ったのかな。僕これ閉めたいタイプなんだよね。なんか水流した時にさ、水と水がパーンって跳ねて飛び散ってるっていう情報を聞いて、ちゃんと蓋をしてから流すようになった。これは、洗濯機だ。これは何、ブレーカー。電気のスイッチとその上にブレーカーがある。ちょっと落として弟びっくりさせようよ。バスタオルやフェイスタオルなどが入っている。今は必要ないだろう。洗濯機には何枚か服が入っている。どんな服持ってるの？洗えばいいのにね。これお風呂かな。あー、びっくりした自分で開けたのに。ウィン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 。あ、こういうタイプか。なんかシャワー室欲しいな。入ろう。湯船だ。お湯は入っていない。浴槽って言うんじゃないの？待って、湯船って言うの？お湯入ってなくても湯船なの？湯の船。そうなんだ。そっか、船。そうなんだ。船さんもびっくりだ。棚がある中にはキッチンで使えそうなものと工具などが入っている。そういえばお母さんが言ってたな。お風呂に行く？そこのドアが壊れそうって。じゃあ何回も開け閉めしない方が良くない？あ、自分で最終的に直した方がいいのかな。棚がある中には、縄や鉄、ビニール袋などがある。今は使わないだろう。じゃあいつ使うんだよ、それ。ちょっと弟縛って遊ぼうよ。お母さん遅いね。弟ビニール袋で詰めたりしようよ。こっちは？あ、全部繋がってるんだ。今のところは使えると。こっちは？あ、広ー！これ自分の部屋？クローゼット怖ー。なんか入ってそう。私たちが普段着る、服やズボン、スカートなどが入っている。かくれんぼするときここに隠れてるけど、定番すぎてすぐ見つかるんだよね。やっぱ僕が隠れるんだとしたら、ここのカーペットの下か、まあやっぱ体バラバラしてこん中かな。中にはいろいろなものが入っている。気になるものはない。ちょっとセーブしたいんだけど、セーブできないな、これちょっと置く場所悪くない？窓、なんか本が後ろ落ちないかな。本棚だ。どの本を読む？不思議な小説いきましょうか。昔、夢を持つ一人の少年が夢のない少女に一つの夢を与えた。少年と少女は夢のためにただただ前に進んだ。しかし真実は残酷だった。二人は共存できない。少女の存在自体が少年とその夢を壊していたのだ。少女は迷わず消えるを選択し、少年と夢を守った。少女の願いも、届き、二人の夢は叶ったのだ。そしてその叶った二人の夢は終わりに近づいている。誰かに道を示した時、虹かかる空の中に消えるのだろう。全然意味がわかんない。高校の授業で出そうなくらいわかんない。難しそうな本。お父さんが好きだったシェイクスピアの格言の本だ。パラパラめくると一つある格言が目に入った。物事にいいも悪いもない。考え方によって良くも悪くもなる。まあこれなんか戦争とかでよくあるよね。
戦争だとさ、人を殺すのは OK だけど、平和中だったら人を殺すのは罪になるみたいな、戦争犯罪かどうかみたいな。良くも悪くもか。こんな笑顔で受け止めるのちょっと怖いね。でもこのヤンデレっぽさがいいね。あるかな？あるっぽいね、感じ的に。ある、ごか話。どう？ある夜、置き去りにされた双子。彼らは目印を頼りに家に帰る。しかし、目印はすでになくなっており、あてもなく、さまよう。本の間に一枚の紙が入っている。お父さん、どこに行ったの？早く帰ってきて。お姉ちゃんとお母さんと一緒に待ってるから。てんてんてん。これなんか自分で書いたんじゃないの？読まない。この3冊が、もっとあるけどな。3冊が飾ってあると。外に出る時のルールが書かれている。1、自身について詳しく聞く人には気をつける。2、必ず帽子を持っていく。3、から離れる。あー、漢字が読めないのか。なんかルフィみたいな感じかな。この麦わら帽子をお前に託す。必ず返しに来いみたいな感じ。これは繋がってるの？あ、繋がってるんだね。あ、じゃあ家から出るんだったらあそこしかないのか。これは本棚だ。めっちゃ本好きじゃん。青い表紙の本。ある町で私利私欲のため暴れていた化け物をヒーローが倒し、みんなに称えられ幸せに暮らしたという物語の本。私が好きだった本。あ、なるほど、ヒーローが好きというそういう感じかな。これはおもちゃ箱だ。何歳なんだろうねこの子。10歳くらいかな。写真立てがある。綺麗な月の空が写っている写真だ。これみたいな感じ。ここもなんか写真あるよね。なぞなぞ、はい。お母さんが昔に買ってくれた本だ。なぞなぞを作る時のヒントやアドバイスが書かれ、あ、作る側なんだ。答える側じゃないんだ。これはある一族の手記。はい。ある一族についての手記だ。歴史やその特性について書かれている。あ、それは読まないんだね。あんま興味ないのかな。悪者、悪者の本。悪い人について書かれた本だ。いずれ弟もこれを見なければならないだろう。ということはこの世界には悪者がいて自分たちはヒーローなのか。え？ベッドの下おかしくない？ここなんかあるよね。絶対ここなんかあるよね。はい、ベッドがある。え、何この茶色、気になるんだけど。あ、電話やだやだ、電話やだ。ベッドがある。鳴ってますよ。電話ってどこだっけ。電話、おっとっと、今電話が鳴っていたよね。もしかしてお母さんから電話。うん、知らない人から。今お母さんは家にいるって。これなんか答えちゃいけないんじゃなかった。え、窓割れてるの大丈夫かな。いないって言ったらいつから家にいないか聞かれたよ。待って、いないっていうことはそれ責められるんじゃないの。悪者がカシャンって、お、今日はママいないんだな、責めやすいなみたいな。お母さんの知り合いの人かな。お母さんが家にいるかどうかを。てん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 。ねえ、他に何か言ってなかった？あ、そういえば電話の奥から当たりかもなって聞こえたよ。当たりかも。なんかさ、そういうのスピーカーで聞いてたのかな。バッチリ弟にも聞かれるってどんくさくない？お姉ちゃんどうかしたの？てん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 。そっか、いないって言って当たりかもだもんね。おかしいよね。なんでもないよ。お母さんを待ってようか。かわいいこの弟。ランドセル背負わせたい。背負ってるか。なんか黒いランドセル背負ってない今。やっぱりこの日は呪われている。ツイッターが来たよ。ツイートされてるよ。何？手紙？届いた？セーブしたい。セーブないの大丈夫？これ。ちょっと待って、一回エンドやってみて。エンドやったら、これ待って、セーブなしで今日中に終わらせないといけないかな。琴石さんに話しかけ、すいません、ごめんなさい。この家、人間、近づいている。この辺り、囲っている。そう。僕、約束、守る。最後まで、君たち、見ている。この子たち、もしかしたらさ、人間じゃないのかもしれない。魔法使いみたいな。ありがとう。だから人間が襲ってきたみたいな。小鳥、はぁー、やったセーブだー。お母さんはいない。なら、私が代わりに守らなくち
今の私にできること何かあるかな。なるほど、弟を守るのか。オッケー、時間制限はないだろう。僕、君たち見ている。おっと、何個の目を持ってるんだ君は。頭がいっぱいあるね。20個の頭がある。じゃあ一つ目にセーブしましょうか。君を守るよ弟くん。お母さん戻ってくるよね。なんか言ってあげて。そこはジョージダッシュ、これ聞いてるな。まず見るところはここだよね。これ何？お母さんの日記だ。え、覚えなきゃ。クリスマス、はい。うわ、お母さんめちゃくちゃ達筆。明日は娘の誕生日。あの子はヒーローが活躍する本が好きなので、夫が町に行き、私があの子の大好きなケーキを作る。はいはいはい、お母さんがケーキを作ったと。あの子は12月25日に生誕祭に生まれたことを気にしている。でもそれを忘れるぐらい素敵な日にしてみせるから。あの子たちは私たちの宝物、絶対に幸せにしてみせるから。でも少し気になることを小鳥さんから聞いた。でも大丈夫、明日は素敵な日になるんだから。小鳥、何言ったの？その情報を小鳥に聞いたりできないのかな。え、これって窓じゃないの？もしかして絵かな。だって外暗かったもんね。青空じゃないもんね。じゃあこれ誕生日か。夫が帰ってこ、どこに行ったの夫。小鳥さんがあの子に渡すはずだったプレゼントを持ってきてくれた。全てを察してしまった。小鳥さんに聞いた、誰なのかと。敵は取れそうにない。お父さんは仕事だから遠くに出かけた。そうあの子たちに伝えた。いつかは伝えないといけないけれど、今日だけは。あの子にこれ以上この日を呪ってほしくない。12月25日、お父さんが行方不明になった。そして次の日、お母さんいなくなるのか。街で見かけた。悲しい目をして私に謝罪をした。その目が許せなくて。プレゼントをベッドの下に、いつかあの子に渡す、その時まで。 PW、 これなんだろう、パスワードかな。あの日を忘れないように。12月25かな。これじゃあプレゼント、ちょっと待って、先に包丁、迷う。こういう場合先にプレゼントだな。ベッドの下に何かがある。これは日記に書いてあったプレゼント。でも鍵がかかっていて開かない。12月25、どうだ、開いた。よし、何が入ってる。なんかすごく嫌な予感がするんですか。ちょっと待って、どこ行くの。足はあるか、びっくりした。足が消えたのかと思った。手紙と本、まずは手紙から。イロアス、誕生日おめでとう。プレゼントはお前の好きなヒーローの本だ。切ないが優しい話でお前も好きになるだろう。読んだら感想をくれるとお父さんは嬉しいぞ。パッパー、パピーがこれ書いてくれたの。ヒーロー、うん、好きだったよ。過去形。本のタイトルはヒューマンキリング、人殺し。人殺しがヒーロー、ちょっと深いね。どういう意味なんだろう。てん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 、待って、それがハム太郎に繋がってくるんじゃない。ハム太郎には繋がらないけど、最初の男のやつやない、銃持ってた。私たちはただ普通に生きていたいだけ。お金も権力もいらない。奇跡は存在しないと知っている。だから私は神を否定しよう。そしてあなたを信じ運命に抗おう。てんてんてん、みんなに選ばれ信頼されているヒーロー。私はヒーローになれるかな。いや、君は弟のヒーローだ。なんかすごく嫌な予感がする。うわー、こいつさ敵なんじゃないの。嫌な予感するよね、銃持ってたし。逃げられない私たちでは。人かなこれ。なんて書けばいいんだろう。現実だと信じたくなくて、こんなことになるなんて。開業の場所が違うのが多分小さい子って意味なんだと思う。覚悟を決めないとなのだ。行くしかないな。室内を探索してください。動けません。あ、動けた。多分これだと思うんだ。ある一定の状況下にて発砲する許可が書かれたものだ。これで最後になるだろう。あ、違うんだ。金庫か。てんてんてん、いやー、なるほど。いやー、これ当てはまったら嫌なんだけど。パパってことになるよ、これ当てはまったら。来るな来るな来るな、開くな。最悪だ。ってことはパパが敵かもしれない。拳銃を手に入れた。
どう思うみんな。12月25当てはまってるってことはパパの可能性高いね、ハム太郎が。ハム太郎から生まれた子なのか。壊れたパソコンがある、あの日に壊した。そういうことか、思い出を全て消したいってことなのかな。出れるの？まだその時間ではない。行きたくないな。これ自殺できない？パパ、娘たちのヒーローになってよ。棚の中には仕事に関わる資料などが入っている。一番多くあるのはある一族の資料だ。でもその説が違う可能性もあるから、まだ信じていこう。ハム太郎の日記。棚の中には仕事とは関係ないものが入っている。何を調べる？ハム太郎なのだ。12月24日行きましょうか。自分の日記だって。ついに情報をつかめた。理由は知らないが街に出てくるようだ。じゃあパパじゃない可能性あるね。準備はできている。実行日は12月25日。明日は素敵な日になるだろう。そういえば部下を助けたのも12月25日だった。だったら助けてから1年以上経ってる、1年かかる前くらいか。親を殺された彼らを引き取り、この世界へ引き込んだことを今でも少し後悔している。親を殺された彼ら。彼らって弟たちかな。彼らのような悲しい子をこれ以上生み出さないように。なんか深いね。部下からの手紙。部下が誰なのか気になる。手紙と共にある一族の資料が入っている。ハム太郎さん、お久しぶりです。あなたが迫っていた奴らを見つけました。なんだっけ、帽子くんだっけ、孔子くんだっけ。あいつっぽいね。俺らはあなたのおかげで救われました。あなたのおかげ、感謝されてるね。この町の人も同じです。だからこそ許せない。あなたを傷つけた奴らを絶対に許さない。そしてこれ以上誰も傷つかないように。なんかと戦ってるね。コーヒーメーカーがある。ここでコーヒーを飲むことはもうないだろう。なんか覚悟決めちゃってるんだけど、ついていけないんだけどまだ。ある一族。その一族がちょっと気になるな。少女の手紙が置いてある。少女からの手紙は全部で4枚ある。読みましょうか。1、帰ってこない。2、信じたくない。わー、それ以上見れないのか、気になるな。なんかコピー機、ゴミ箱は？あることに対しての感謝の手紙だ。この手紙の数こそが、己の罪の大きさ。ふっかー！わー、すべてが伏線って考えると面白いな。印刷機がある。もう使わない。何が起きてるんだろう、ハム太郎。ハム太郎さ、あの日に壊した。これ抜け出した方がいいんじゃないの、この世界から。いけるか？まだその時間ではない。他に見れる場所ある？これ？ん？違うよね。わかった。25。はい。今はまだこれを見逃す覚悟がない。どういうこと？じゃあ26見てみる？26、はい。まだ。この目は自分の罪を示すもの。神よ、もしも願いが叶うのなら、償いの機会よ。何か罪を犯しちゃったってこと？てんてんてん。ハム太郎！何したの？さて、少女に戻ってきたイロアスちゃん。ふう、重かった。でも、これでよしと。そんな重い本だったんだ。もしくは茶碗すら持てない女の子なのかもしれない。悪と戦う準備をしてください。だったらもう一個。弟！ちょっと待って、トリッピーに話しかけないと。僕、悲しい。ちょっと待って、弟どこ行った？弟は？ねえ、鳥知らないの？これ出れるのかな？鍵はしっかりかかっている。窓に鍵かけないと。こっちは？弟と一緒にお風呂入れる？弟がいない！流された？トイレにもしかして。洗濯機の中は？待って、かくれんぼの場所言ってたな。でも違うんだろうな。ねえ弟、あれ？ベッドの位置が移動してる。これ何？これは？絵画がある。はい。なんで移動してるのこれ。ベッドを動かす必要はもうない。いい子でいてね。何したの？ちょっと待って、どういうこと？全然わかんない。弟を閉じ込めたってこと？守るために。いないよね。イロアス？包丁がある。いや、包丁はいるだろ絶対。そうだよな、手に入れるような包丁は。流し台だ。電子レンジもいるんじゃない？なんか最悪ビビビビって電磁波で倒すみたいな。
ゴミ箱、わざわざ中を探る必要はない。食料は移動させた方がいいんじゃない？あー、いらないのか。棚がある。わー、工具手に入れるのか、入れないのか。ビニール袋、今は使わない、いつ使うんだ。こっちは怖い、やだ、なんかホラーゲームっぽい。ホラーゲームじゃないんだよね多分このゲーム。ブレーカーは封鎖しているので夜に消したら見えなくなる。了解しました。戻ろっか。あー、やだ、ちょっと待って、何も起こるな、まだ。てんてんてん、家の外から気配がする、多分二人。玄関を開け、悪と戦ってください。は？包丁で？目の前まで来てる、どうする？セーブします。よっしゃ、じゃあ覚悟を決めるぞ、行くぞ。鍵はしっかりかかっている、開けたら後戻りはできないだろう。え？ちょっと待って、ちょっと待っててね、弟確認しよう。弟大丈夫だよな、これは。多分なんか足りてない気はする。てんてんてん、絵画は大丈夫だから、悪の本、はい。これを見なければならないだろう。弟に読ませろ今すぐ。ダメか。とりあえず弟はこの中に隠してあるから行ってみよう。よし、行きます。後戻りできない、セーブしたのに。ちょっと待って、ここから見れる。月月光に照らされた造花だ。偽物の花、水も太陽も必要としない花。うわー、分かったかも、狼少女。どう、その予想。テレビは？テレビがある。最後電話しとくとか。あ、もう何もできないね、何もできない。 OK、 じゃあ行きます。さあ出かけましょうか。もう全部見たもんね。はい、正面から戦っても絶対に勝てない。きっと私が子供だって油断してるはず。それを利用すればいい。正面突破で行くってこと？あー、なるほどね、横から。待って、ここが正面なんだとしたら、もう一個出口があるとしたらここかな。ここ出口じゃないんだ。あともう一個出口があるとすれば、普通はお風呂場かな。か、僕だったらここだと思うんだ。どう思う？なんか書いてあったな。一時的な、ここで隠れれる。覚えておこっか。お風呂場でか、隠れることができる。こっから外に出れたりはしないよね。じゃあ窓から出ろってことか。ちゃんと横から出るべきじゃない？割れた窓から冷たい風が入ってくる。ん？ここか？偽物の花。待って、正面から出るってこと？あ、なんだ？隠れ、待って、勝手に下がってるんだけど。わーお、誰だ？悪い人。お前悪い人だわ、絶対。僕わかるぞ。やあ、こんばんは。夜遅くに悪いね。悪い人だか、悪いってわかってる。実は君たちに聞きたいことがあって。ああ、嫌な予感する、この笑顔は。てんてんてん、それ何持ってるの？説明はいらないみたいだね。大丈夫だよ。てんてんてん、親を亡くした悲しみ、僕らも今を忘れない。そんな俺たちを救ってくれたのはあの人だった。でもあの人は去年の12月25日からおかしくなった。許さない、これ以上お前らに幸せを奪われてたまるか。てんてんてん、私も同じだよ。あの日にお父さんを奪われた、そしてお母さんも奪われた。私もあなたたちを許さない。あのね、私はヒーローなんだ。悪い人を倒すの。そうだな。わあ、これ待って、どっちが悪い人かまだわかんないぞ。でも僕はこのイロアスちゃんの味方だか。悪い人は倒さないとな。それがヒーローだ。どっちのヒーローが勝つんだ？どっちかがアンパンマンで、どっちかがバイキンマンってことだよね。うわあ、マジで僕これクリアできるかな。イロアスは、敵に接触するとダメージを受けます。敵毒属性なの？画面が赤くなっている場合は瀕死状態です。その状態でダメージを受けると死亡します。時間が経過すると体力は回復します。敵はイロアスの弱点を、ついてくる時があり、その場合は即死します。注意してください。わーお、やばいねこの状況。そこ始まるんすか？神を否定し、落ちた者たちに裁きを。ちょっと待って、
て早くない早くない、くる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 、もうちょっとお前最短距離を詰めてくるな。さてとりあえずどうしましょうかこれ。わまあどうしようどこ行けばいい。これくるくる回ってて大丈夫なの？倒さなきゃいけないんだよねいずれは。多分ここいれば大丈夫そうだね。オッケー、よしよしよし、挟んだ。あー、くっそ、待って、弟、あーなるほど、一時的に隠れろってそういうことか。ちょっと待って、やばい、待って、君遅くなるのね。お風呂場まで行って隠れようと思います。エンタ入って、閉めて、どうだ、かわいい目だけあるの。ちょっと待って、お前なんで出てくるの？どうにかして隙を作らないと。了解っす。隙を作る、待って、来るんじゃないの？でもコンロがある。燃やしちゃう。ちょっと行ってみるか。いなくなったってことは弟が危ない、嫌な予感がする。あー、ちょっと待って、弟、ちょっと待って、セーブ鳥、ちょっとお前どこ行った？コットリーがいなくなった。トリッピーもびっくりした。もういや最悪こいつ。ちょっと待って、それ無理だって、嫌だって、そんな僕現実を受け入れたくないよ。君足が速くなってるよ。気づかれないようにしないと。了解しました。こっち行って戻って、早くエンターを、もっと早くエンターを押すんだ。洗濯機はいいよ、ちょっと待って、回転して、入って、足速すぎじゃない？ちょっと待って、こいつ足早すぎて、とっとこハム太郎説あるよ、まだ。トイレは使わない。入って！